はいえっとでは最初のセッションであります、攻撃動向ですね、DDoS ウェブアプリケーションに対する攻撃動向につきまして、AmazonWebServiceJapan 中谷からお話をさせていただきたいと思います。では、待機を節約するために、ここでカメラをオフにさせていただきます失礼します。 では、改めまして、まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。名前は中谷義久と申しまして、ここに列挙されているような Amazon Cloud Front や AWS 和 a シールドを中心とするエッジサービ r v i と称されるサービス群を担当しているソリューションアーキテクトになります。AWS に入社したのはですね、2017年の7月になります。それから約5年と少し経っているんですけれども、私は一貫してこのエッジサービ r v i スペシャリスト、ソリューションアーキテクト、 というポジションを務めさせていただいております。今日のお話の中心でもありますけれども、DDoS、Web アプリケーションに対する保護という意味では、まあ、その前の会社から含めると約12年以上、関わりを、えー、持っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、ここではですね、Let's Talk About Layers というタイトルが出てきているんですけど、右側のほうにはです、ね、ケーキの写真が表示されているかと思います。 今日の主題である Web セキュリティ対策というのは、第7層、アプリケーション層に対するセキュリティ対策ということになってくるんですけど、一方で、この第7層だけ独立して動いているかというとそういうわけではなく、こちらに層が出ていると思うんですけど、こちらのように積み重ねの上で動いているわけです。したがって、第7層、アプリケーション層だけの DDOS 対策、ウェブ対策していればいいかというとそういうわけではなく、それぞれの層に対策をしていかないといけないと。 積み重ねていいますよとそういうことを表している図になりますでここでちょっと状況になるかもしれないんですけど皆様と視点をきちんと合わせていくという観点でここから何枚かのスライドを利用して一般的なインターネットにおけるウェブトラフィックの流れこちらについて改めて説明させていただきたいと思いますここではまず AWS と関係なくインフラがすべて一か所にある状態を例に説明させていただきます 私たちが Web アプリケーションにアクセスする場合、そういった場合は直接ブラウザのアドレスバーで URL を入力したときも、検索エンジンなどからリンクしていった場合、もしくはスマートフォンなどのアプリから直接アクセスしていった場合、すべて原則的にこのような動きになります。つまり、一番最初に DNS で HTTP、HTTPS のリクエストを送るためのサーバーのアドレスをまず取得する。どこにいるかを探す。その上で、そのサーバーに対してリクエストを送る。このような流れになっていきます。 また、TNS の問い合わせ、クエリは原則的に UDP というプロトコルで動いております。HTTP、HTTPS は基本的には現在 TCP の上位レイヤーとして置いているんですけれども、今後、クイック、HTTP3 に追加あったとしても、下位レイヤーが TCP から UDP に変わるだけで、基本的に下位レイヤーに依存しているというのは変わりません。この図の中で特徴的なのは、DNS と Web アプリケーションが回線を共有している場合、 ネットワーク層に対するリードスはどちらに向かっていても、回線の圧迫という意味では、どちらに向かっていても影響を受けるということには変わりがないという点にあります。はい、でこちらの図から、えー、先ほどの図から DNS ホスティング事業者や ISP などに関した場合がこのような図になってまいります。DNS に対するリードス対策の責任範囲はこちらの事業者に移譲されますが、引き続き、 ウェブアプリケーションに対する DDoS に対しては、レイヤー7だけではなく、改造に対しても対応する責任を持つという形になってまいります。はい、さらに一歩進めて、先ほどの図からウェブアプリケーションの基盤などを AWS に移行した場合の図がこちらになってまいります。AWS では AWS シードスタンダードと、そういう基本的な DDoS 感を提供する機能があるんですけれども、このシードスタンダードが こちらの図にあるようなインターネットに面している環境に適用されます。ですので、先ほどの図にあったような TCP、UDP、レイヤー3、4層に対する基本的な d ー o s 対策がされているというような形になってまいります。AWS シールドスタンダードに追加して、網ダ的な d ー o s 対策を提供する AWS シールドアドバンスドというものがあるんですけど、そちらの内容については次のセッションでご紹介させていただきますので、ここでは詳細を割愛させていただいて、次に進んでまいります。 ここから一歩進めて、エッジサービスの DNS サービスである Amazon Root53 と、コンテンツデリバリーネットワークサービスである Amazon Cloud Font を導入するという形が捉えることもあります。このような形にしていただくことで、より網羅的に対策を行うことが可能となっていきます。では、ここから AWS が観測している DDoS Web アプリケーションに対する攻撃動向の数字について触れていきたいと思います。 その前に、改めましてインターネットについてコメントさせていただきたいと思います。今更申し上げるまでもなく、インターネットはとても便利で、いろいろな用途に使てさて、様々なサービスが展開されて活用され続けています。AWS もまたその一つであります。今日のこのウェビナーもそうですけど、インターネットなしではとても行うことができない内容になっております。インターネットはとても重要なネットワーク基盤であるということについては、皆様いろいろないかと思います。一方で、 じゃあこのインターネットは便利で誰からも邪魔されず安心して使えるところかというとそういうわけではありません。ここからご紹介するのはそのごく一部なんですけどいろいろ悪意のあるトラフィックや攻撃が観測される環境でもあるというのがインターネットですというところになります。はい、AWS が観測している悪意のあるトラフィック攻撃はここに挙げているような4つのカテゴリーに分けられてまいります。 一つ目は今日の大きなテーマでもあります DDoS になります DDoS の難しいところはそのリクエストパターンや中身を見ても正当なトラフィックと見分けがつきにくいところになります単純に数や量が多いというところが問題でして脆弱性を利用した攻撃のようにパッと見攻撃と別することが難しいものになりますまた攻撃ではなく何らかのキャンペーンや限定品やチケットの販売またはそれに似たような急激に発生するトラフィック というのは、日々の営業活動だとか、それ以外の活動によって出てくる、予見される正当なトラフィックである場合もあります。そういったものと悪意のある攻撃と見分けて、どういうふうに対応していくのかというのは難しい問題になってまいります。それでも、パターンや傾向を分析することで AWS は典型的なリード数を観測することができますし、脆弱性に関わる攻撃はもちろん、ボットやスキャナーなど、正規なトライフィックパターンを使った 正規の対策パターンを模した機械的なアクセスについても観測することができます。これらを仕分けして適切に対応していくというところが攻撃に対する対応として重要となってきます。本日はその対応策ではなく、どういった規模のものが起きているかという話になりますので、数字を紹介していきたいと思います。こちらお見せしている数字は、我々が2022年上半期において観測した いくつかの DDoS トレンドとメトリックスなどに紹介させていただいているものになります。ここで表示させていただいている43万8429というのは2022年上半期に AWS が観測した DDoS イベントの総数になっております。まあ、非常に大きな値であるというふうに個人的にも感じているんですけど、これは昨年の上半期と比較しても約30%増えているという値になっております。 この傾向が続くと年内には o s 88万件というリード数が AWS が観測できる範囲だけで発生しているという形になっております。そして現時点ではこれが上半期に対して今現在スローダウンしているかというとそういったような証拠は見られておりません。実際には88万件というのは単純計算なんですけれども年間100万件も見えてくるような数字になってきております。 また上半期におけるこの44万件という数字っても、1時間あたり約100件の DDoS が継続して発生していないと、このような値になってまいりません。非常に多くの DDoS イベントが継続して起きているということがお分かりいただけると思います。これらの DDoS イベントは大きく2つのカテゴリーに分けることができます。1つ目はインフラスタクチャーレイヤーに対する DDoS 攻撃で、 先ほどの形式の例で言うと、階層、ネットワークレイヤーに対する攻撃が主になります。典型的なものはシンフラットや UDP リフレクション攻撃等で、一般的にリード数言うと何百ギガ b p s ですとか何千 Bps という話をすることが多いと思うんですけど、そういう話になりやすいのはこちらのインフラスタクチャーレイヤーに対する攻撃になってまいります。もう一つは Web アプリケーション、アプリケーション層に対する攻撃になります。 先ほどデータを収集して、えー、ごめんなさい、<laughs> この量についてなんですけれども、えー、非常に巧妙化が進んでおりまして、量も非常に大きいんですけれども、えー、d l o s に対してもそうですして、その中にいろんな脆弱性に対する根撃も含んでおりますので、巧妙化が非常に進んでおります。この以降で紹介する Web アプリケーションに対する d l o s についての値なんですけど、Amazon クラウドフロント。 またはアプリケーションのロードバランサーに関連付けられた AWS シ l Advanced と AWS w ワフ f で観測した内容になります。AWS のお客様の中では、パートナーのソリューションなどで根気に対応しているお客様もいらっしゃると思うんですけど、そういった値については、えー、我々の観測範囲外となってまいりますの、ね、で、わかりませんという形になります。なので、以降で紹介していくるウェブ層に対するリード s アタックについては、えー 向き先としては AWS に向いていたとしても、AWS が観測できる値ではないので、そういうのは含まれていません。ですので、ここで紹介している値、数字というのは、これよりも全然大きな値があるかもしれないと、むしろあるというふうに考えていただくのがよろしいかなと思います。2022年上半期全体におけるインフラスタクチャーレイヤーの攻撃の割合と、ウェブアプリケーションレイヤーの攻撃の割合を比較したものがこちらになっております。 ウェブレイイヤーににに対対すすす。るる攻撃が35% 65%で、インフラスタャーに対するものは65になります AWS ではです、ね、このような攻撃割合の変遷については、あまり定期的には公開しておりませんが、実は過去12ヶ月間においても、アプリケーションレイヤーに対する攻撃は継続的に増えております。過去12ヶ月というと、2021年の7月から6月までという形になるんですけど、その期間において、前年比47%増えてきています。 一方で、インフラスラクチャーレイヤーに対する攻撃は27%増にとどまっております。す、ま、で、あ、に多いんですけれども、その中での増加の割合は、ウェブアプリケーションレイヤーに対する攻撃の方が47%として高いという形になります。つまり、今これ65、65%対35%という形になっているんですけど、以前はアプリケーションレイヤーに対する攻撃の割合はもっと低かったということになります。 これが47%増というのが、まあ、過去約1年間継続して続いてきたことにより現在は全体の割合としては35%を占めるまで増えてきたという形になりますこのような Web アプリケーション層に対する攻撃が増えているというトレンドも今回お客様のご協力を得て当セミナーを開催しようとした大きなきっかけの一つになっておりますもちろんこれは数で申し上げておりますので規模の大きいものや小さいものも含まれているので細かく見ていくとまた違う 面が見えてくることもあるんですけど、大枠としてはやはり Web アプリケーション例に対する攻は継続しており、その割合も規模もどんどん増えてきているということは言えるのかなというふうに思います。はい、こちらは AWS の管理コンソールからご覧いただけるグローバルセットダッシュボードの画面になります。Seal Advanced を利用されていなくても AWS のアカウントがあればアクセス可能なダッシュボードとなっております。ここから、 前日、過去3日間、過去2週間における DDoS のトレンドについて確認することが可能となっております。ここでは2022年9月4日の過去2週間のスナップショットを表示しております。最大がそれぞれ 264Mbps、つまり2億6400万パケットパーセカンド、793Gbps。最も使われる攻撃ベクターはンフラットとなっているんですけど、脅威レベルはノーマルということで、 つまり AWS としては日常的なレベルに収まっている範囲のリードスが観測されているというのがこちらの絵になっております。そして一番下、リクエスト数については178,391件、約18万リクエストパーセカンドという形になっております。左側の世界地図のようなところで、まあ、丸が表されていると思うんですけど、これはその丸の大きさによってどれぐらいのリードスが発生しているのかというところの地域別のグラフになっております。 ご覧いただいてお分かりいただけるように、日本もそれ以りに大きな規模の攻撃が発生しているというふうなことがお分かりいただけると思います。このスレッドダッシュボードの下の方では、日ごとの総件数と3つのカテゴリー、トレンドがそれぞれ MPPS、GPPS、KRPS で表示されております。この MPPS、GPPS、KRPS GP KR について少しだけ補足させていただきます。 真ん中の Largest Bit per Second Event, GPPS が待機ですので、リードスについて分かりやすいと思うのですが、要は待機がいっぱいになって、他の人がアクセスできないということで、一般的なリードスのイメージはこちらになってくると思います。左側の Largest Packet per Second Event, MPPS は、細かいパケットが大量に来ることで、ルーターのようなネットワークデバイスや、その後ろのサーバーの CPU などのリソースが枯渇することを狙う場合に、 行われる手法になっておりますもちろんこれも大量に来れば待機が枯渇するわけなのでなんですけれども待機に余裕があるのにサービス層になってしまうというようなことを狙うときに使われる攻撃手法でもあります DDoS というのは待機のみではないということを表す一つの例として我々は注目してレポートも提供しているというものになります最後が一番右ですね本日の主題でもありますアプリケーション層に対するリード数になります 大量のリクエストによる Web アプリケーションのサービス不能化を担ったものになります。これらは当然、組み合わせて行うこともできるんですけど、先ほどの日ごとのグラフを見ていただくと分かるんですけれども、それぞれの多いところと重なり合っているかというと、そういうわけではなく、まあ、多かったり少なかったり、重なっている日もあったり、重なっていない日もあるというような形になっていると思います。ただ、AWS としては、リード s 対策。 ディースタイルを行っていくという中では、えー、こっちが多いからこっちができませんでしたと、そういったことを言うことはできませんので、どういった場合に、どういった規模のものが出てきても対応できるような形で、日々、指導方に対応の策の向上というのを続けているということになっております。 そして Web アプリケーションレイヤーに注目して、ここからもう少し説明していきたいと思うんですけれども、Web アプリケーションレイヤーに対する攻撃、こちらでは P95、上位5%をカットした値という意味なんですけれども、147,045RPS という値が表示されております。これは過去、右下の方に 書いていますけれども、えー、過去6ヶ月の間でまあ、小さいほうの95%という形なので逆に言うとほぼほぼ全てのリードスウェブソに対するリードスアタックは、まあ、これぐらいの規模に収まるという言い方になってくるかと思いますリードスについてはですね、いつどのような攻撃がどのような規模で発生するのかわからないっていうのももう一つの特徴としてあるんですけれども、まあ、その中でまあ、規模がどういったものかをまず想像して対応すると いうことを考えたときに、この P95、まあ、大体95%ぐらいの根撃は、これに当てはまるという指標になっておりますので、まあ、ここを目安として考えていくというのは、一つの対応策を示す指針として針なのかなというふうに思っておりますので、ここではまずこの値を紹介させていただきます。でそこからさらに上位1%をカットした P99。 ほぼほぼ99%なんで、まあ、ほぼすべてここに入りますよという値になると、41万5535リクエストパーセックという値になってまい、あ、ります。こちらもものすごく大きな値であると思うんですけど、先ほどの14万7000から比べると、まあす、ものすごく大きくなって、もちろんすごく大きい値なんですけれども、そのジャンプの幅がでかいかというと、まあ、そういうわけでもないのかなと、もし思われた場合は、じゃあこちらの方をターゲットにして、まあ、これぐらいの規模の アタックが来たらどうしようというふうに考えるというのは、えー、次のステップとして行えることかもしれないというふうに考えております。そしてこの期間、2022年の上半期における最大規模の Web アプリケーションレイヤーに対する攻撃は468万6629リクエストパーセカンドという値になっております。まあ、ここまでになってくると、まあ、ほぼほぼ起きないというような言い方もできると思いますので、これを 最大規模はこれだからこれに対応するために考えましょうというのは、おそらく皆様が行われることではなくて、AWS がまあ考えることかなというふうに思います。で、この数が数えられる、分かるということは、AWSWAF、AWSS シードの Web アプリケーション例に対する体制はもっともっと高いということがお分かりいただけると思います。なので、まあ、繰り返しになるんですけれども、皆様が日々の中で考えられる 最大規模の DDoS というのは、先ほど P95、P99 で出てきた17万だとか44万というところが一つの目安になるのかなというふうに思うんですけど、最大規模の攻撃はこういうふうになってきているという形になります。で、一方で、AWSWAF シールドがこれに対して対応能力がありますよということを言いつつも、じゃあ、全部 AWSWAF シールドに委ねればいいかというと、そういうわけではなく、これらも活用しつつ、全体的に DDoS 体制に高いアーキテクチャにしていただかないといけないと。 というのは、えー、留意事項としして存在します、はい、で本日はお時間の都合もあるので、詳細は割愛させていただくんですけれども、今、えー、と私のほうで言葉で出した DDoS 耐性の高いアーキテクチャ、ベストプラクティスについては、それを紹介するドキュメントがございますで。最新版ではないんですけれども、まあ、日本語版の PDF ドキュメントもございます。お時間のあるときにこちらをご覧いただいて、まあ、どういうふうにしていいのかなと。 もしくはこれを見て、何を次のステップで考えればいいのかなというところの参考材料にしていただければというふうに思っております。はい、こちらに表示されている図はです、ね、AWS a w s b u f の AWS マネージドルールと、そういうルールがあるんですけど、それを使っているうちの特にクラウドフォンドに着目して表示したグラフになっております。 こちらは先ほどまでの1月から6月というグラフではなくて4月から6月の約90日間の攻撃トレンドについて件数の推移を示したものになっております大きく SK インデクションクロスサイトスクリプティングゼロデーの3つのカテゴリーでグラフを表示していますここでゼロデーと言っているのは 64j や SpringRCE コンフィデンスで見つかった脆弱性などに対する攻撃になります ここではそれぞれの脆弱性に対する細かい内容については紹介しないんですけれども、まず一番大きな数字であるクロスサイトスクリプティングですね。これは2000万から5000万まで、まあ、日々増えたり減ったりとかいった形でトレンドが大きく異なっていますという形になっているんですけど、まあ、オレンジのような線の SQL インジェクションですね。こちらについてはほぼ一貫して、まあ、安定して攻撃があるというのがお分かりいただけると思います。 で緑のって、まあ、ゼロデーなんですけど、これは何らかのとこえ脆弱性、他のところで見つかったら、特にそれとは関係なく、いろんな脆弱性がまたないかという形で、まあ、活発化していくと、s k n d も若干それに影響されて上がっていくというようなトレンドがなんとなく見えることがお分かりいただけると思います。ですので、まあ、脆弱性が自分が使っているソフトウェア、アプリケーション関係ないだと思っても、攻撃を受ける件数が増える可能性がある。 というのはこちらからも見えますしそれではなくても SK インジェクションのような、えー、もしそれが成功すると非常に影響範囲が大きいそういったアタックというのは、まあ、継続して日々を発生していますよというところが見て取れると思います、まあ、このように攻撃の地理とかパターンだとか件数は、まあ、それなりに大きなトレンドというか、えー、流れを持ってま日々発生しています、まあ、こういったトレンドも AWS が観測していきますということを示した図になっております でウェブアプリケーションレイヤーとはちょっと違うんですけど、えー、私のセッションを終える前にもう一つだけ紹介しておきたい内容がございます。これは、ノースカリフォルニアにおける一つのネットワーク接続先からだけかの情報なんですけど、AWS 外のネットワークから EC2 のトラフィックを偽装して入ってきているトラフィックが1日においてどれだけあったかということを示しているものになります。数、ま、で、あ、言うと 0. 何という形で大したことがないように思われるかもしれないんですけど、の AWS のノースカリフォニア だと非常に大きなトラフィックが日々ておりますの量との接種ののにもつながってきてくるんですけれども、やはり抗議室と接する面、インターネットサーフェースをなるべく抑えていくということは非常に重要になります。そういうふうにしておかないと、このような形で後ろから入ってこようとか、そういった形のトラフィックっていうのはなかなか検知することも防御するとも難しくなってまいりますので、そもそも、えー、そういった バックドアというと語弊があるかもしれないんですけど、侵入できる口を塞いでいくというのは非常に重要なことかなというふうに思っております。そしてその上で、えー、作りっぱなしにせずに、その後きちんと分析して見直していくということは重要だと思いますので、これは一つのデータなんですけれども、このような形で攻撃してもいろんなところから入れないかというようなことを考えていくという一つの例かなと思って紹介させていただきます。 ままとめになりますこのスライドが私のパートの最後のスライドになります。いくつか数字を挙げさせていただきましたが、2022年上半期においても DDoS、ウェブアプリケーションに対する攻撃は非常に数多く推移しております。特にウェブアプリケーションに対する DDoS 攻撃は2021年下半期からも含めて増加の勢いが増しており、今まで以上に攻撃対策の重要性というのは増しているというふうに考えられます。いろいろ対応策はあると思うんですけど、エッジサービスも含めて DDoS 体制の高いアーキテクチャーでの 構築とともに、その運用、見直し、これに関わる重要性っていうのは今後を増していくというふうに考えられます。以降のセッションでも、エッジサービスを利用、活用した事例をご紹介いただきます。最後まで楽しみな内容が続くことになると思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。では、私のセッションは以上とさせていただいて、引き続き AWS の森からセッションを続けさせていただきたいと思います。